うところですよね。それとやっぱり今日今ハイライト出てますけども、今宮の守備が光りましたね。そうですよね。だからもう今宮の守備がもう流れを変えていきましたよね。放送席、そして大木さんの皆様、今日のヒーローインタビューです。今日は見事今季初勝利をマークしました中田健一投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今季初勝利の気持ちはいかがでしょうか。そうですね、序盤すごく苦しいピッチングしちゃったので、その後はなんとか粘れたかなと思います。3回ぐらいから非常に良くなったと思うんですが、どの辺が自分の中では変わったんでしょうか。でもこれ以上点入れられないようにですね、粘っていこうという意識が、いいピッチングにつながったと思います。今季3試合目の登板ですが、少し間隔が空いてでしたが、どんな準備をここまではしてきたんでしょうか。そうですね、しっかりと下でも1試合投げましたし、いいものを上で投げたいなと思って、やってきました。今日は中盤三振もだんだん奪い始めまして、通算1000奪三振もマークしました。そうですね、素直に喜びたいと思います。さあ、これからも明日以降も、ね、試合は続きますが、明日以降に向けて抱負を聞かせてください。一つ一つ、大事に投げていきたいなと思ってますので、また応援の方よろしくお願いします。おめでとうございました。ありがとうございました。今季初勝利の中田健一投手でした。ということで、今シーズン、ね、初勝利をマークしました。3回以降は見事な立ち直りのピッチングを見せました中田。勝利につながるゲームということになります。1回2回を見るとあれこの後どうなるのかなっていう感じでしたからね。今ホ、にも言いましたけども、やっぱりその立ち上がりはね本当に、不安だらけでっていう形で言ってましたから、そういった意味でもやっぱその2回の攻撃の時ですよね、はい、あそこでやっぱりその1点で、終わってしまったっていうところが、あとあと響いてしまったのかなということになりますよね。